リズム3分クッキングキューピー3分クッキングの曲に合わせてレシピを歌います。はい。なのであなたは作ってください。それに合わせて作ると。はい。今回作るのはナポリタンでございます。いけそう。いけそうでしょう。はい。あの前回オムライスでねちょっとごちゃごちゃしたんで、はい、もうシンプルな料理にしました。オッケー。やっぱパスタをね茹でる時間がネックだと思うんよ。そうですね。なので、こちらですね、2分のもの、うん、2分のパスタ、これを使って3分以内にやってしまおうと。オッケー。ということです。じゃあ早速作っていきましょう。いきましょう。頑張るぞ。いきます。はい。まずパスタ、パスタ 100g、 100g 沸騰したお湯に入れてよね。 100g その後にタイマーを2分にセットして、今を2分スタートをしてね。玉ねぎを4分の1の大きさにカットして、食べやすい大きさに切ってください。ピーマンのネタを切った後に中の種を取り出して、こちらも食べやすい大きさにカットしてください。ピーマン、ウインナーを5ミリくらいの幅で斜めにカットして、マッシュルームを切ったら食材の準備は OK です。ここチャンスタイムです。チャンスタイム。ウインナー5ミリって言った？やば。フライパン、何取り出して、フライパンコンロにセットしてください。はい、油を大さじ1入れて、大さじ1コンロに火をつけて、先ほど切った食材を全部フライパンの中に入れて、切れてない皮が入ったままでしっかり炒めてください。ケチャップ大さじ3杯入れて、食材と絡めてください。大さじ3。マジコンソメを小さじ2分の1入れてください。コンソメ、塩コショウは目分量でお前に任せてゆくよ。任せられ。しっかり具材を炒めて味をなじませてください。全然温まってんな。ちょっと待って。ナポリタン盛り付けるお皿を用意してください。お皿、シンクにパスタのお湯を切る、ザルを用意して、そろそろタイマーになると思うから、うんうん、準備して、タイマーが鳴ったらお湯切るよ。いいね。お湯を切ったパスタを全部フライパンの中に入れて、他の食材とパスタをしっかりとかき混ぜてください。フライパンの中のものを全部皿に盛り付けて、粉チーズとパセリを振ったらナポリタンの完成です。終了。すげえ。でもなんか見栄えがいいっちゃいい。無理。早すぎる早すぎる。あのピーマンじゃないわ、玉ねぎが無理。あ、皮に苦戦したわけね。皮に苦戦した。皮入ってます。食べてみますか。食べよう。もう箸で食べます。はい、いただきます。さあどうだ。うん。何？食えるよ。食えた。あ、全然。うん。いや嘘。なんかシャキシャキ言ってる。野菜の新鮮さを感じられて、なんかものすごく美味しいです。そうですか。食べてみる？いただきます。うん。うまい。めちゃくちゃうまい。うまいでしょ。うん。パスタできてるね。完全にできてる。ただ新鮮でしょ。玉ねぎもいってほしいんです。もう生のピーマンにケチャップがこうコーティングされてるだけですね。生の玉ねぎにケチャップがコーティングされてるだけです。お前の歌詞のせいじゃない？いや、お前の速度のせい。
いや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 、じゃあちょっとこの反省を生かして、うん、次もうちょっと簡単な、さらにどんどん簡単にしていくんですか。もっと簡単なやつにしていかないと。チャーハンとかにしますか。あ、チャーハンね、うん、いいですよ。またちょっと何かでやりましょう。わかりました。うまいのができるまで。はい、はい、以上リズム3分クッキングでした。ありがとうございました。ありがとうございました。